ドクターを教えて医療についてのさまざまな情報を教えていただきます。今日は八木さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回どんなテーマでしょう。はい、今日は生体肝移植というテーマでお話ししようと思います。はい、これ前回もお話ししたんですが、やっぱり八木先生ですね、去年まで京都大学の医学部附属病院で活躍をされてきた肝移植のスペシャリストで、金沢大学に来られてからは2例の生体肝移植を成功されています。はい、さてお願いします。はい、まず生体肝移植というのはですね、心停止や脳死後の移植と違って健康な臓器提供者の肝臓を切り取って患者さんへと移植する手術です。まあ、実は肝臓は人間の体の中で唯一再生する臓器ということでありまして、臓器提供する方をドナーというふうに言いますけれども、ドナーの肝臓は術後半年から1年程度でほぼ元の大きさに戻ります。はい、まあ、この生体肝移植はこの肝臓の特性を利用した臓器移植の方法と言えます。はい、ちなみに肝移植を行う患者さんの病気はですね、肝硬変、肝臓がんで激症肝炎、またお子さんの場合は胆道閉鎖症などの疾患が対象となります。はい、先生、一つ質問があるんですけれど、よくドラマとかでこう臓器を提供する側される側で、ね、型が合わないとかいった場面があるんですけど、こうやって肝臓でも同じことってあり得るんですか。はい、型が合わないというのはですね、はい、白血病などで骨髄移植を行う場合においてということになります。なるほど。肝臓は以前は提供する人と受け取る人の血液型が違う場合に移植が難しいという状況があったんですけれども、今はお薬も進化してきて血液型が合わない場合の移植成績も良くなってきました。ただし誰でも提供して良いかということになると、これは臓器売買といった問題も出てきますので、生体肝移植のドナーについてはですね、移植する人の親族に限るということ、そして必ず自分の意思で臓器提供を希望するということが条件となっております。そして、まあ、ドナーがですね、臓器提供によって謝礼を受け取るというようなことは法律によって禁じられているという状況になっております。なるほど。これ倫理的な問題なども関係するということなんですが、最近この肝移植についてのトピックスというのもあるんですよね。そうですね、はい、実はですね、加齢や入院などによって筋肉量、そして筋力がともに衰えてほぼ寝たきりの状態になってしまうことをサルコペニアというふうに言いますけれども、この方々への肝移植の治療成績が良くないということが分かってきました。なるほど。まあ、そこで積極的な栄養療法やリハビリなどによって成績が良くなるということが分かってきたんです。うん、またこれらの療法によって肝移植に限らず他のがんの手術においても術後の再発率が低くなるというようなことが分かってきたんですね。なるほど。この事実は、まあ、移植の手術あるいはがんの手術において栄養士さんやリハビリの先生たちの存在がいかに大切であるかということを表しているということになります。で、金沢大学附属病院はですね、移植が成功するように、まあ、ワンチームで、取り組んでいるというところであります。まあ、臓器移植は他の治療手段では命を長らえることができない患者さんの最後の砦の治療ということだと思います。まあ、これからも患者さんの命を守るために全力を尽くしたいというふうに思っております。いろいろと分かりやすく情報を教えていただきました。八木さんでした。